はい、どうもうずです。本当はですね、この動画はこの佐渡のスタジオクラからお送りするものではなくて、自宅のねアパートで撮影して、ここでちょっと動画編集やってたんですけれども、私間抜けなことに、いつものことですけど、冒頭のシーンを撮影するのを忘れててごめんなさい。スタートの部分だけこのスタジオクラからお送りさせていただきます。で、今回のレビュー商品はソニーの新しいスマートフォン Xperia 1.5 になるんですけれども、この動画はソニー案件動画ではあるんですが、ちょっと私なりに素直に思うところを語らせていただく動画になりますので、最後までご視聴いただけるとありがたいです。はい、ではアパートで撮影した動画の方に切り替えたいと思います。はい、今回紹介するのは Xperia 1.5 ですね。スマホっていうとこのディスプレイ側のね、表も重要なんですけれども、やっぱり背面ですよね、気になるのが。まずで、 Xperia に関してはここのところ背面がそのガラスパネルでツヤツヤしてて指紋がすごくつきやすいっていう印象があったんですけれども、今回の5に関してはちょっと動画だとね伝わりにくいかもしれないんですけど、この表面が機能性触感デザインフロスト強化ガラスっていうのを使用していて、サラサラした形で指紋がねすごいつきにくい背面ボディになってるんですよ。そこがすごく印象良かったです。ただスマホって購入したらすぐにねカバーつけちゃうから、あんまりここにねこだわってもしょうがないっていうのはあるかもしれないんですけどね。でも裸で使って指紋がつきにくい、汚れが目立たないっていうのはいいと思います。はい、でスマホの中身に関してはチップの方が最新のスナドラ8の Gen 2ですね、採用されてまして、当然なんですがかなりハイスペックな能力持ってますので、写真動画撮影あとゲームにおいても最高のパフォーマンスを発揮してくれるというものになっております。当然そうなると発熱の心配がありますよね。特に前の機種 Xperia 1.4 に関しては熱問題がかなり、記事とかで書かれてしまって、実際口コミでねすごい言われちゃったので、熱の問題はどうなんだろうっていうところがあるんですけれども、実際2週間ほど使ってみて熱くはねなるんですよ。背面がね結構あったかくはなるんですけど、機能が停止するほどの熱さにはならないですし、先日実際に 4K60p の撮影を部屋22度の部屋室内温度の中撮り続けてみたところ、1時間ね撮影し続けても止まることがなかったです。はい、今ちょうど1時間記録し続けられてる状態ですね。なので室内で気温22度ぐらいでしたら 4K 動画撮影でもそのままねずっと撮り続けられることが分かりました。ただバッテリーの消費は結構激しいですね。30% ぐらい減りました、バッテリーは。以前レビューした方の方は1時間撮れなかったよな、確かな。なんか熱で止まっちゃったんですよね、 4K 撮影中に。だったのでそこも十分熱対策処理はうまく機能してるんだなって感じられました。で、バッテリーの方は4と変わらず 5000mAh なんですけれども、 CPU 電動効率が 40% 改善されてるということで、確かにしばらくね使っててもバッテリー切れを起こすことはなく、充電回数は少なく感じました、この2週間。はい、で Xperia というとディスプレイの方がね21対9ということでかなり縦長になるんですけれども、最初はね使ってみると違和感って出ちゃうんですけど、これが2画面で操作できたり、はい、こんな感じですね。 YouTube を上の画面にして下の方ではこう調べ物をするっていう、こういったこともしやすいのでね、縦長の画面で。でもちろんここの比率の方を変えてあげると、 YouTube の画面ちっちゃくしてこう下の方でね結構大きい画面でウェブサイトを閲覧するってこともできますので、この使い方はこの21対9の縦長の使い方の一番いいポイントですね。はい、こんな使い方もいいですよね。横に動画を置いといて右側で、ウェブを閲覧するっていう、こういう使い方もすごくこの横長、縦長いいと思います。あとはここもベタな PR ポイントになりますけれども、写真や動画を撮る時のこういうメニューのね余裕幅があるから、動画用のアプリビデオプロ使ってもそうですね。こちらの方を16対9のディスプレイをねこう目いっぱい使いながら操作パネルが置けるっていうのもメリットだと思います。だから縦長のスマホって慣れちゃうとねすごくいいんですよね。めちゃくちゃ使い勝手いいんですよ。はい、あと Xperia といったらやはりカメラ機能ですね。カメラの性能はほとんど変わってはいないんですよ。ただ真ん中のメインカメラだけセンサーサイズがねさらに大きくなって性能がアップしてます。暗いところにもさらに強くなってます。有効画素が4800万画素、記録画素が1200万画素ということで、新開発の2層トランジスタ画像積層型 CMOS イメージセンサー、長いねになってます。
まあ、なので低照度性能が Xperia 1.4 の約2倍に向上しているということで公式では書かれておりました。あと今回の Xperia 1.5 なんですけれども、都内に行った時に望遠ズーム側をねちょっと試してみたんですけど、やっぱ望遠いいですよね最近のスマホ。35mm 換算でいうと 85mm から 125mm をカバーしているということなんですけれども、まあもちろんその範囲で撮れる写真っていうのもね、ポートレートを含めて利用できるんですが、これやっぱりお出かけしてるとすごく遠いところでなんか、あ、面白いもの発見って時にとっさにね、ちょっと望遠使いたいじゃないですか。その時に Xperia 1.5 はデジタルズームになるんですけれども、10倍や 15.6 倍まで伸ばして写真を撮ることができます。で、ソニー独特のデジタル補正が加わる形になって、そのデジタルズームを使っても、まあ、結構見やすい、見れる写真になるっていうところがよくわかりました。久しぶりに都内で赤い帽子をかぶるヒゲおじさんの乗る車というのを見かけたので、思わずね、パッとね、ズームしてみたんですけど、はい、まあ、いい感じで撮れてるなと思いました。文字とかしっかり読めるしね、看板の。はい、といったような感じで、Xperia 1.5 に関しては、4の時にね、散々言われてしまった熱問題をかなりいい形で改善できた機種になってると思います。で、目立つ派手なパワーアップ新要素っていうのはないスマートフォンになるんですけれども、まあ、その分より使いやすく問題になったところがなくなったというスマホになってますので、まあ、Xperia 1シリーズの2023年における完成形の良いスマートフォンになったんじゃないかなと思いました。そしてここからがこの動画のタイトルの回収になります。マニア向けのこのスマホは一体誰に刺さるのかっていうところなんですけれども、この動画を見ている多くの方はおそらくこの Xperia 1.5 を購入しないと思います。っていうかできない方もいますよね。私もそうですよ。まあ、だってこの Xperia 1.5 に関しては価格の方が20万円ほどするわけですよ。あなた買いますか？20万円の Xperia。 もう買うって言った方やすでに買ってる方はそりゃもうマニアな方ですよちょっとごめんなさいね、偏見っぽいね。まあでもそれがいいんです、このスマートフォン Xperia は。マニアの方が買うスマートフォンなんですよ。で、それはスペックの話じゃないんです。まあスペックも含むんですけど、どっちかというとアプリの考え方だと私は思ってます。まあこの Xperia 1.5 だけではないんですけれども、このスマートフォン、カメラアプリが3つ入ってます。まあ、標準カメラアプリプラス動画に特化したビデオプロっていうアプリと、シネマティックな動画を撮るために用意されているシネマプロっていうアプリがあるんですね。それからスタジオレコーディングをするような形で音をねよく撮れたり、あとは音楽と声を分離させるような機能があるミュージックプロっていう、もうプロ向けのアプリもあります。そしてゲームをするならゲームエンハンサーというアプリがあって、それを通して YouTube のライブ動画とか、まあ、ゲーム実況とかですねを行うことができたり、まあ、まさにプロ向けなアプリが入ってるんですよ最初から。まあ、でもスマートフォンが欲しいと思った方ってほとんどの方は写真アプリを起動して綺麗な写真がさっと撮れればいいし、ボイスレコーダーは声が撮れてればいいわけですよ。まあ複雑な操作とかね、後処理せずに。で、ゲームに関してもほとんどのゲームアプリって大体のスマートフォンでできちゃうじゃないですか。まあそのラグとかね、熱問題とかそういったのはありますけれども、まあ基本的にはゲームのその特別アプリがなくてもプレイできる。で、やはり重要なのが、多くの方はスマートフォンをシンプルにそれなりに使いたいって方なんですよ、大多数の方は。そこに対してプロ向けのすごいアプリが入ってます、スペックも最高です、価格もなかなかです、なんていうスマホがそんなに数が売れるはずがない。で、 Xperia 誰に刺さるのか、マニアじゃないですかっていう話なんですよねちょっと極端だけどね。まあただそのマニア向けとは言っても、スマホだけで Vlog 撮影したいとか、あとはカメラが趣味でやってて、スマホにもそれと同じようなものを求めるとか、そういった方には Xperia 1.5 はすごく刺さる商品になってまして、実際にソニーのね、レンズ交換式カメラを購入するか、Xperia の新型でこの1.5 を購入するかって迷われてる方もいたりしますし、価格の方もね、20万円っていうと、カメラで、ちょっといいやつでね、レンズ交換式のを買おうと思ったら、まあ、20万、30万ってかかっていくわけですから、まあ、使う用途はね、実は違うけれども、レンズ交換できないし。まあ、でも、自分がやることに対して、Xperia で間に合うっていうんであれば、これだったら、常に携帯して持っとけるわけだから。まあ、やっぱり20万円って言っても手が動いちゃう方はいると思うんですよね。はい、ということで、今回は Xperia 1.5 をソニーからお借りして、レビューの方させていただいたんですけども、いかがだったでしょうか。
普段からこういった形でいろいろなガジェットやカメラなどを紹介していて、あとゲームの話をよくするチャンネルなんですけれども、趣味興味がある方は高評価チャンネル登録していただけるとありがたいです。ではまた別の動画で、バイバイ。でも結構最近こうスマホでいいスマホを買うか、カメラをねまた別で買うかって悩まれる方がねちょこちょこ私は周りでもいるんですけれども、もう本当そういう時代ですよね。でズームがね特に強くなってきたから、最近のスマートフォンはそこの部分も、まあ、これコンデジですけれども、なんかすごく悩ましいとこですよね。私もこの Xperia 1.5 を今回使ってみて、運動会とかの撮影もね実際これで結構いけちゃうんじゃないかなと思って、まあまあまあでもそこは厳しいかな、デジタルズームになっちゃうしね、どうしてもね。まあでも結構いけると思う、これでも10倍ズームとかでね。